さあ、ということで皆さん、はい、ここから後半戦ということで、うん、まずは2019年の PGS ちょっと振り返ってみたいなと思うんですけども、うん、2019年ちょっとどうだろう、いろいろありましたけど、うん、シーズン2から4まで3シーズンあって国際大会も挟んでという、ね、濃厚な2019年。でも岸君でいうと改めてシーズン4からこうまた、うん、あと PWI かに、はい、参戦するっていうっていう形になってますけど、うん、どうですか、また戻ってきた感じ、 PUBG の面白いですね、シーズンどうですか今年は。え、早っ、バトンタッチ早っ。こバーッとちょっと軽く走ってバトンを渡して任せたってなったらもうすぐ、いや一緒は、まだ早いだ俺。あ、もう回った、回った、あ、回ってたのか。じゃあ僕で、はい、どうだろうね。まあ、各チーム見せ場はあったんじゃないかなと思う、うん、PAI どうでした？1月の PAI は。あ、一番最初の PAI ありましたもんね。そうですね、1月か。どうでした？僕、実況してましたけど、ショコさん現地行ってましたよ。そうっすね。はい、どうでした現地 PAI。 いやなんかね、あの1位アクトズだったじゃないですか。さっき調べた、はい、そう。だからさっき言われた、いいじゃないですか、結構大会が多いからね、はいはいはい、いやそうなんですよ、いやでもマジな話、はいはい、あの略称聞いても俺この後何回でも言ったんですけど、うん、例えばその PAI とか、はいはい、PGI とか言われても、はい、こう何の大会だったのかもう直結してないですね。あ、そうPNC もあるしね。そうですね、はい、PNC もあるし、ネーションズカップもあるし、PGC だな、いっぱいありますから、ね、だらだら育ちが出てる育ちが出てますね、悪いと思ってますけど、ポチンキ育ち、はい、さあちなみにいかがでした PAI 会場で、ゆかさん PAI 会場現地行ったでしょ、現地の声を聞いたよ僕は。確かに、ね、マカオはね、うん、本当にあの行動しちゃダメだったんで、え、ほぼあ、外出ちゃダメみたいな。でも会場とホテルの行き来だけ。あ、だけなの？へぇ、危ないから。なんかの、いや、なんか観光島みたいなのがあって、はいはいはい、そこ だったんですよ、そのカジノとかがある場所、はい、はいはいはい、へぇ、じゃあ行けるエリアがもう限られてるんですか。そうなんです、なんでマカオのなんかその人が住んでる方に行こうとすると、うん、なんかもうでっかい橋渡って、もう歩いていけないんですよ。PUBG 選んでるみたいで、そうそうそうなんです。すげえ、すごい、セーフゾーンがちっちゃい、検問されてるミリベで、でもその本当の方に行こうとしたらすげえ大変みたいな。ああ、そう、面白いです。選手ももちろんね、みんなもみんな同じってことですね。基本まあ行こうと思ったら行けるんですけど。はいはいはい。遠いんですよ。まだ10分。うん。とんでもないな。すぐ行けちゃうじゃん。いやそうっす。なるほどね。なるほど。あの頃だってあのシーチゲーミング、ああシーチ、はい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 、がすごい有名になったというか、うん、日本でなんかわーってなった時期じゃないですか。うん、そうですね。ショーとか、響きショーとか、ショックスとか、モンキーキングとか、モンキーキングとか、あと一人ちょっと読めない名前の選手が、パッと出てこないです。なんか YYGG、なんか IOM、あと東南アジアのこの頃、やっぱりアーモリーゲーミングは、あはい、ここでも、アーモリーゲーミング、ま、うん、アーモリーってこの辺からも多分言われてましたね。出始めた。はい。違う。1年前だもんね。でもアーモリー出てなくないですか？うん。言われてましたよね。日本からはね、そしてサンシスターとクレストゲーミングザナドゥが、はいはい、参戦してっていうことですけども。でもこれバーってね、はい、今見てるけど、はいね、海外に出場したチームって毎回ほとんど違うよね。そう。でやっと RJ とサンシスターで今回2回目今年。あでも PGC、あ違う大会も一応入ってるのか。去年で行くと多分ザナドゥとかは。ザナドゥは行ってます、ね。あ、ザナドゥは行ってます。2、3回行ったんですね。はい、PGI ですね、グローバルインビテーション。まあ、そうですね、今年で言ったら、うん、サンシスター2回目か。あ、そうですね、サンシスター、ラスカルが2回目ですね。そうなんだよね。それ以外はザナドゥとブルービーズが行ったり、RJ 行ったりね、デザナションゲーミングホワイトも行ったし。これ、ブルービーズって今話してましたけど、このフェイスイット決めて、シーズン2、優勝して決めた、行ったじゃないですか、フェイスイット、うん、ロンドン。で、シーズン3で今度、ブルービーズいきなり調子落としてグレード2降格するんですよ。落ちたよね。ねえ、この辺びっくりしたよ、うん。波がね。しかも、ブルービーズ、確かこれ、ドンカツ取ったの、なんだろう、本当の世界大会だったら多分、初めてでしたよね、うん、初めてでした、日本チームとし として初ドンカツでしたよね。砂漠のどこの街か覚えてます？あれ覚えてますよ。本当に面白かったっすよね、ブルービーズの話は。蜂がもう蝶のように、蜂のように国際大会でも海外チームを刺す、
そんなシーンでしたね。場所どこだ。ポチンキだったかな。どこでした。ロスの左下の。あ、ロスの左下。倉庫と。ああ。記憶が出てきた。リキッドか最後。あれ？相手リキッド？リキッドいて。うん。思い出してきた。リキッド。そうだそうだ。うん。あったあった、3チームぐらいいて、最終スタッフにカンニングしてる。いやいや、あの今ロスの下の倉庫でいろんな記憶がパズルがパチ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 たまってきた。あったあった、そうだ、強かったもんな倉庫もね。シーズン2のいや、シーズン最終戦みたいな。でも結構最後のそのワンチームワンチームになってからの勝負は、うん、そんなにどっちも有利不利なかったんですよ、うんうんうん、なんでやっぱりどうしてもイメージ的に日本チームってその今までドンカツがなかったんで、はいはいはい、もう圧倒的有利みたいな感じじゃなかったから、うん、厳しいだろうなって正直あの見てた瞬間は思ったんですけど、確かにまさかのいい意味で、うん、まさか。あと世界的に見てこう日本は、うん、その TPP から FPP に移行したタイミングでちょっと遅かった、うん、遅かったですね。だからこのぐらいの時期ってどこまでまだ通用するのかっていうのは、うん、みんなあったよね。そうですね、うん、PGS も元たどればね TPP の部門もあったりとか。あ、一番初めも TPP オンリーでしたっけ。オンリーか、そうか、TPP オンリーでそこから TPP、FPP 分かれて今 FPP みたいな。そう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 。あ、まあその分ヨーロッパ勢とかはね、僕はずっと FPP でやってきてる。出てからはもう多分ほぼ FPP でした、うん、あとマッププールもちょっと違ったよね。あ、全然違いましたね。あ、そうっすね。そうそうそう。まあただなんか追いつきつつあるっていうかね、ラウンド数はちょっと少なかったりしますけど、まあそう、そしてシーズン2の話はありましたけど、シーズン3も、経て MET でデトネーションゲーミングホワイトとラスカルジェスターですけど、うん、このシーズンはもう過去見たことがないようなホワイトの爆発力というか、ポイント数も含めて、もうここどこにもどこも勝てないんじゃないホワイトにって思うぐらいの強さでしたよね、シーズン3。そうですね。こう思うとあれだよね、シーズンでガッていったチームは次のシーズン落ちるよね、なんか結構。ブルービーズもそうでしたけどね。ただザナズーとかサンシスは基本でも、うん、ずっと安定してますね。ある程度の順位をずっと保って、ね、そうですね。そうですね。はい、そうそうそう。もう本当に降格ラインギリギリにでフィニッシュってほぼないです。ほぼないですね。絶対こう上位トップ5ぐらいにはね必ず入るような。中間でちょっと危ないかなっていうのが。確かにね。日に日にね。これもしかしたら降格ライン落ちちゃうかもねっていうのはサンシスとかはつい最近のシーズンだとありましたけど。でも最終的にはやっぱりゴンゴンってなってきますね。まあ、あとシーズン3の優勝そのホワイトが、うん、アジア大会、うん、まあ、メットですね、MET に呼ばれてっていう感じでしたけど、ここでは逆に釈迦さん、さっきあのブルービーズが日本で初めてというお話ありましたが、アジアの大会でホワイトもラスカルも両方ともドンカツ、うん、しかも2回ぐらい取りましたよね。取りました取りました取りました、うん、ラスカルがギリギリ1回なんでしたっけ。どっちか2回取ってる、パッと出てこない確か。ホワイト2回のラスカル1回かな多分。そうですね、はい、でラスカルも、ミラマーの上の方で、うん、クラウドないんかあれ。リキッドじゃないか。リキッドじゃないんか。さっきの話全部間違ってる。全部だよ。あれでも一番僕一番あれ MET 見てて気持ちよかったのが、ちょっと途中、うん、大会に参加するチームがちょっとなんだろうな。会場に来なかったみたいな、席に座らないみたいなのあったじゃないですか。で、配信がちょっと止まった時間があったじゃないですか、はい、はい、これ、まあ、言って、まあ、カットされるかは分かんないですけど、で、あれで日本のみんなね、不安な感じだったんですよ、うん、ただ、その再開しますのあといきなり日本チームのホワイトとんかつ取ったから、超気持ちよかったです、あれ、もう、うん、視聴者の皆さんは、なんだろう。まだかな、まだかな、どうなんの、大会大丈夫なのっていう中で不安なコメント流れてる試合でホワイトドーンってドンカツ取ったから、みんなうおーってコメントになったんで、うわ気持ちいいと思って見てましたね。以上です。皆さんいかがですか。雑だね。今日なんか申し訳ないですね、本当に。まあでも、はい、ね、シーズン3も RJ も、ね、出て、 RJ も出て、その経験が今に生きてるんじゃないですか。そうですね。うん、まず、あ、釈迦さんはまあ MET も多分ネーションズカップも関わってたと思うんですけど、この辺時期めちゃめちゃ近かったですよね。パンパンだったよね。パンパンですよね。すごい近かったですね。でもやっぱネーションズカップみたいな大会は好きっすね。うん、その国家間での代表選手みたいな感じで。うん、
まあ、こうどこどこがチームがリージョンから上がってきたってよりは投票とかでこう国々のリージョンでオールスターが集まる世界大会みたいな、ね、なかなか見られないメンバーで揃えてきてるから、うん、なんかそのドリームチームみたいなのってやっぱみんな考えるじゃないですか、どんなゲームでもどんな世界でも、うん、なんか この選手とこの選手が組んだらどうなるんだろう、うん、なんかそういうのがこう実現されるのが垣間見えて、うん、どうでした実際にこのようにセスデップガブハシノビ4名みんないやまあ手は強いからないい意味でね、確かにね、いい意味で、うん、だからそれぞれのチームで活躍してる、ね、いやでもなんかそのすごい現地僕行って、うん、その反省会とかもたまに聞きに行ったりしてたんで、うん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 、いやすごい面白かったです。セッサン音とかは結構こう真面目な感じで、うん、オーダーっぽくなってたんですよ最終的には、うんうんうん、まあ、オーダーはやってなかったですけど、うん、なんかそうちょっと考える係みたいな、うん、でまあ、デップさんはデップさんだったし、はい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 、はい、ガブハさんもこう協調性って言えばすごいある方なんで、シノビーさんも癖あるなみんなそうシノビーさんも癖あるんですけど、はいはいはい、まあ、シノビーさんもやっぱその勝つっていう点においては結構すごい貪欲だもんね、貪欲な感じなんで、うん、でもこれ見てて思ったのがなんか1日目結構へこんだじゃん、はい、でなんか2日目ぐらいからそのキャスター陣も含めてみんなでこう考えるようになってってたのかな、うん、なんかツイッターしか俺見てないから、同じ部屋だからなんかみんなでなんか勝ちにいってるなっていう印象、うんうんうん、あってすごくなんかこう日本のなんか団結力というか、うん、なんかあのいいっすよね、うん、太田さん何してたの？俺あの時何してたのかな、別の仕事してたいやでも応援してましたよ、めちゃめちゃ応援してましたし、まあその辺の情報見てたし、ね、ドンカツ取った時のこのネーションズカップの会場のこの、うんうん、そう、あの年ぐらいから AR 使われるようになりました、うん、ああそうだそうだそうだ、うん、であとちゃんと粋なのが この時からですかね、ネーションズカップの時から日本専用カメラってのが入ってて、あであ間に合った場合ドンカツ取った場合ディナーじゃなくて勝った勝った、ユハマドンカツだってタイミングがあればそこに差し替え、その画面で映してくれるんですよ。 今ディナーって言いますか、え、ウィナーウィナーディナーディナーって言いました、いや、それで笑ったのかなと思って今俺もなんか、あれよく違和感感じるな、ウィじゃなかったよなと思って、夕飯だ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 、まあそれは編集で面白くしてくれて、はい、あの、うん、勝った勝ったってあの出た瞬間とかやっぱり嬉しいなっていうのもありましたし、ね、はい、まあその辺も AR も含めてなんかこの辺から見せ方も国際大会変わってきてるなという、でもネーションズカップはマジで力入ってましたよね、うんうん、ほんとすごかった、うん、これなんかフライパンシュッて取ったやつあったよね、あっねあれいつだっけ、 PAI あれ PAI かな、うん、あ PAI か PAI か PGI で表彰のね、表彰の時フライパンシュッて取った、 もっとあったのかなと思ったらシュッてシュッて取って、そう黄金のフライパンとか銀のフライパンもっとなんかあんのかなと、いやあれはいいんですね、はい、フライパンいいですよね、あれよかった、ね、あれはめっちゃいいと思います、まあ、でも俺は PGS のあの皿のトロフィーが一番好きです、あれかっこいいですね、今回シーズン4からのシャーレ、うん、で各チームこうロゴが刻まれていくんですよね、チームロゴが、もし社内の評判悪いやらあそんなことない、まああれね、そして、まあ、いろいろネーションズカップも経てシーズン4直近の大会でしたけど、そこから、まあ、岸君も、はい、グレード2つくね、うん、はい、実況していただいてって感じですけど、ね、どうでした、実は楽しかったです、どうでしたパッと回るよ、嘘パッ、まあまあでもいろいろ、うん、まあ、直近なんで覚えてることが多くて、うん、一番でも印象的だったのが今回、次のシーズンかな、おそらくですけども、うん、クレストゲーミングザナドクラット選手抜けちゃうんですけど、まあ脱退してるとは思うんですけど、うん、あの忘れられないのが、この選手、今、こんな人ですって紹介してるんですよ、グレード1って、うん、ちょうど映った人、あのちょうどファーミング宇宙とか初めの部分ですかね、でちょうどザナドゥを映してて、で、クラッド選手がそこに、意気込みで書いてたのが、サポート頑張ってますっていうコメントだったんですよ。うん、でまあ、サポート頑張ってますよねって言って、でやっぱり普段こうリオ選手とかやっぱりこう特にはデップ選手とかこう打ち合いが強い選手が注目されがちだったり視点がいったりっていう中で、いやサポート頑張ってますよねって話をした直後に戦闘がデトネーションギミングブラックと戦闘が起こって、デイシックスのエランゲルですかね、シーズン4で、リオ選手がもう
デトネーションゲーミングラックのベアーさんに倒されそうになってめっちゃ瀕死で、うわリオが危ないって言った瞬間に、うん、究極のサポートでミニかな、なんかベアー選手を抜いたんですよ一撃で、うん、あの辺はなんだろう、キャスター陣も盛り上がって、うおーサポート力言った直後だったんで見せたーつって台本通りだーみたいな感じだったんですけど、盛り上がったんですけど、あの辺はすごい印象的で、まあザナドも初期からクラトさんですかね、ザナ、クエストゲーミングが所属しててとうとう抜けちゃうんだなとかって思うと、なんかいろいろね、デイシックスかな、もうあのシーンだけでシーズン全部振り返ってもめちゃめちゃそこだけ印象頭に残ってて、ずっとで辞めるって聞いて余計にね感慨深いものもありますけど、確か最初ラピッド見ましたよね、うん、そう、ラピッドか、一番最初ラピッド見ました、一番最初ラピッドか、ラピッドですね、 PGI とかの時ってクレストゲーミングラピッドだ、そうだラピッドで、ザナドゥ PGI 終わりでラピッドからザナドゥに行ったのか、そうですね、うん、懐かしい、まあね、シーズン4もでもしっかり今までは流し見で見てた、シーズン1、うん、PGI とか、うん、ネーションズカップ、はいはい、まあ、ネーションズカップは結構見てたかな、うん、でシーズン4ぐらいからまあキャスターの依頼というか、はい、あの出てくれませんかっていう話があったんで結構まあやり始めて、うん、まあ、改めてこう見たんだけど結構環境も違ったり、うん、マップもサノックが増えたり、はいはいはい、うん、まあ、武器も、ね、いろいろ変わったりとかあって、なんだろうね、覚えることは増えたけどマップが広あの増えることで、まあ、見る側からするとすごく面白くて、うんうん、あ、こういう風に動くんだ、サノック辛そうだなって見ることもあるし、まあね、選手たちもそうですね、うん、そうそうそう、うん、まあでもグレード2もすごくこう全体的なレベルも、うん、まあ、上がってきて、ちょうどグレード2のシーズン1は、うん、確かあれか、ジュピターノバが、うん、最初すげえ独走して、はいはいはい、透明選手加わっておおってなってた時期ですね、その辺ね、うん、でもそこから違うチームもこう追い上げてきて、はいはいはい、ノラレンゴが、うん、究極的な追い上げしてきたの、懐かしい、そうだデイワンかなんかで抜けて、デイワンも 下2、3チームに入ってて、いやこれもう無理だ、デイ2もなんか徐々に上がってきたけど、なんかこう2列目に行く、あ入れ替え戦だってなってましたもんね、やばいノラレンゴ終わったみたいな、うん、そしたらガーって上がってきて、そうそう、なんか追い上げた試合の日のラウンド、ほとんどなんかトップ3ぐらいの勢いでした、ね、でしたでしたでした、あれはちょっとびっくりしたね、あのノラ連合のオーナーとなんかちょっと話すそのタイミングだったんですけど、ああもうダメっすわ俺らみたいな感じですごい落ち込んでて、うわーいつも元気な方なのにっていう印象あったので、あそこから一気に追い上げたのは確かに、デイ3見た時、え先週俺実況してたチームだっけみたいな、うーんぐらいで感染しましたね、で今度はフェーズ2フェーズ2ですかね、後半戦、はい、フェーズか、フェーズ2になった時は、うん、今度はシェイブルズがもう独走状態、うん、でシェイブルズにアンチが寄ってんじゃないかぐらい、うん、もうすごい位置を取って、うん、高台取ってずっと打ってて、うん、でもうヒルポイント稼ぎまくりだし、ドンカツも取っちゃうしね、うん、もうなんか放置しててもずっとこれ取っちゃうぐらいなるほどね、ほんと強かった、もうそれぐらい何やってもうまくいってたシーズン、あのフェーズだったと思うんですね、シェイブルズにとっては。でも他のやっぱりチームもそんなにこう上から落ちてきたチームが活躍できたかっていうと、はい、ある程度上に来てるんだけど、うん、爆発的な活躍ってなかった、まあ、グレード1でその爆発、岸君の言ってたグレード2の爆発でいくと、やっぱりサンシスタ、サンシスタもう最終日で70ポイントぐらい多分取ってますよね、あれ確か9位だったんですよ、前週デイ5まで9位の、うん、下手したら降格ですね、50何ポイントですねっていうのを見てたん でそこから次1位で130になったんで、一気に多分70ポイントくらい1日で取ったんですけど、あの爆発力というか何にしでかすか分かんないというか、ファイトの強さみたいな、サンシスター今本当面白いなっていう、うん、あでもそういうところで聞くと、釈迦さんに聞きたかったのは、うん、ちょうど僕がだから復活して実況した時チームレーザー2位だったのよ、グレード2、はいはいはい、上上がって、まあ、やっぱこのメンバーはすごく古参だし、はい、実力もあるメンバーってのは分かってるんだけど、うん、グレード1でどうだったのかなって、結構高い順位も溜まってたし、どういう印象、ちょっとレースだったっけ、んグレード1、
そうですね、グレード1に戻ってきた感じですね。戻ってきて、確かデイ1で結構ドンカツ取ったり上の方来てた。前回のシーズン3で落ちて、はい、シーズン4、そう、シーズン4の前半フェーズ1で、G2 から始めて2で帰ってきたのかな。そう、上がって、うん、そう、グレード1に上がってる、うん、で、ピュアボーイが FA 決まったら解散っていう流れだったけど残ってみたいな、そうそうそう、で佐藤が入ってやろうってなって、でも強いですね、アモットがね、本当にグレード2では、まあ、みんなそうだけど強くて、ピュアボーイもなんかバランスいいですよね、レイズは。確かに確かに、なんかあんまりこの誰かが飛び抜けてこの選手っていうよりは、なんか全体的にすごいバランスがいい感じ。もちろん試合によってはこの人が活躍したとかあるんですけど、うん、なんか毎回活躍する人が違うイメージは強いですよね。なるほど、うん、下から上がってきたチームでもチャンスがあるってことだもんね、うんうん、そうですね。これランドマークの確保とか大変なんじゃないですか、下から上がってくると。そういうわけでもない、でも下から上がってきたときはもうあとは多分もうスクリームでの、うんうん、あの成果次第だと思うので。なるほどな。あとはもうなんか気持ちいいじゃないですか、取り返しどこまで許さないかみたいな、うんうんうん、でも結構スクリームだと本当にあのちょっと半分遊びが入ったみたいな動きもあるんで、うんうん、試しとかね。そうそうそう、あと地道にこう作戦でこうランドマークかぶせてかぶせてかぶせてっていう、これちょっとね、うん、あの本番への向けての調整だったり読み合いだったりもね、はい、多分あったりとか面白いですよね、うん、でもあんまり日本って起きてるイメージないですよね、うん、割と平和、割と平和な、たまに一本当のたまに来ますよね、なんか、うん、あとちょっとびっくりしたのがデトネーションゲーミングホワイト、まあ岸君も言ってましたけどシーズン4、シーズン3強かったけど4下がるみたいな、うん、ただゴクリさんが一人で、51キルシーズン1シーズン、うん、ダントツトップで、まあなんだろう、そのフェーズ2後半だけでも34キルとか一人でチームの半分ぐらいキルしてるんで、この辺のなんだろう、海外から帰ってきたゴクリさんの強さみたいな、ゴクリ選手の強さみたいなとかね、もちょっと面白いなとか。デップが52、あ、デップが52か、でゴクリ51、51か、うん、2トップっすかね、2トップっすね、すごいっすね、だこの辺の強さ。ゴクリとはでもこの間話したんですけど、うん、はいはいはい、結構あの前のゲームからの付き合いなんで、うん、って言っても、まあ、そんなに深くないなかったですけど、前のゲーム、はい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 、本当にちょっと挨拶するぐらいの感じでしたけど、うん、あの俺はでもエームの選手じゃないって言ってました。立ち回りとか弱いと思って。だこれ見るとスタッツ見ると、面白いな、デップがそのアシスト23、ゴクリが、あ、そうですね、ゴクリは20、まあ本当に取れる、キル取れる選手なんですよね。ダメージ量、でも結構これ本人が言ってたことは、うん、俺これ気づいてるのすごい大きいと思ってて、はい、でも FPS お二方ともやったんで、はいはいはい、当たり前のことかもしれないですけど、うん、はい、その選手ってこの逆境を跳ね返せる選手っているじゃないですか、はいはい、めっちゃ厳しい状況でもひっくり返すことがめっちゃ多い選手、はいはい、ゴクリはそれ、自分はそうじゃないって言ってて、ほう、俺はそのただキルが取れるシーンで、うん、たまたまキルが取れる役割だったから取れてるだけで、そんな、ありえないような倒し方をし続けてそのひっくり返しまくってるわけじゃないっていう話をしてて、でも確かにそこは自覚があるのってこう、うん、結構変わるじゃないですか。そうですね、そうですね、大事だと思いますね、はい、あとキルログ管理がめちゃくちゃ得意って言ってました。頭の中に16チーム64人のこう図をこう作って最初からずっとこうマイナスしていく、消えていくんだ、すごい、それが止めてる、いい、ね、すごいですね、優秀な選手ですね。だから最後の方とかもあの銃声の数とか、うん、あの流れてるログとかで、うん、ここが何人であそこが何人でっていうのがなんとなく頭でパッと出てるんですか。なんとなく全部分かってる、分かるときは全部分かってる、すごい、これ PUBG にとっては相当重要ですからね、うんうん、PGS で 何番目に自分キルログ管理うまいと思うって言ったら1で即答してました。ほー、なるほど。さあということで、はい、ある程度振り返りを行ってきましたけど、楽しいね、まあ、来年2020年、 PGS こんなことしてほしいなとかこうなってほしいなって何か皆さんあります？
まあ、でも2019年ももちろんいろいろあったんですけど、ありましたね、ロフト、ロフトも、あとはあのコラボカフェみたいな、コラボカフェもありましたし、新たなね、こうスポンサーの方々も入っていただいたりとか、はいはいはい、演出も変わりましたもんね、そう、すごい変わりましたね、はい、見やすくはなってるし楽しんでいただけたんではないかなと思うんですけど、他に何かあればパッとなんか思うんですけど、翔さんとか、俺PJS を常に100人、200人ぐらい客入れした状態でやってほしいな、うん、なるほどなるほど、今は、事前応募ですげえ顔してるまあ事前応募で20人ぐらいですか、当選した20名ぐらいの方がスタジオ見学みたいな感じで来れますけども、じゃなくて会場別の会場にして100人ぐらいバッと、もうちょっとなんか普通にアリアみたいな、お客さんが入る前提の会場で、うん、そういうこう、まあ、見に来るイベントみたいな感じの、あのイベントに変わっていくとすごくいいな、嬉しいですね、うん、でそこでこうちょっとねグッズも販売してたり、いろいろなんかあればいいですよ ね、はい、野球見に行くみたいな感じの、うん、いいね、確かに、ね、まあでも大変でしょうね、なかなか、うん、はい、岸君は俺いくつかあるの、いくつか全部聞きたいです、はい、まず1個は、はい、なんかそういう PJS のアプリみたいなのがあって、うん、毎回こう選手のデータとか、うん、あの顔写真とか、まあ、グレード2もそうだし、うん、すぐに見られる環境が欲しくて、はい、どういう結果だったのか、で どういうふうにこうやられたのかみたいなのが集約されてると嬉しいなみたいな、はい、分かる、僕もちょっとその携帯でね選手のデータバーって見たら、そこからなんか予想の投票とかできたり、そうそうそう、できたらいいですよね、あったりとか、うん、そのあとマップどういうふうに動いてたのかみたいな、うん、で全体図が出てきてちょっとこうスクロールするとこう動いてってここで止めてとか、まあ、結構未来なことになっちゃうけど、うん、そういうのができてくるともっと見やすい環境にはなるのかなと、うん、で、みんなほらランキングとか好きなんで、はい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 、普通にキルのランキングポチッとしたら選手の位置が出てランキングで見えるのがめっちゃいいですよ、ね、そう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 、今ほんと PGC の、 あのゲームの UI とかめちゃめちゃいいですよね、うん、ああいうなんかこう、はい、やっぱりこう選手の細かいのを何か見れたりランキングを見れたりってこう簡単にできるのが、うん、あの嬉しいですよ ね、 そ、 ういうのね、その週のなんかね釈迦さんが選ぶ名シーンみたいなのがあると、うん、またそれはそれであこんなのあったので、うん、継続的になんかコンテンツになるのが、うん、でもう一個はなんかこうチームに参加した感覚をあの視聴者に味わってほしくて、例えばもう全 PJS のグレード1チームが集まりました、うん、エキシビオンマッチでその3人は残して1人は観客を入れてそれぞれのチームチームで戦う楽しさ、うん、こういうふうに戦っているんだよっていうのを生でそのファンのチームと一緒になってこう戦えるみたいなっていうのがあると、こうオールスターじゃないけどイベントとして、うん、ファンは嬉しいですよね、チームに入った感覚になれるんで弱くてもね、うん、確かに、そうそうそう、そういうのはなんか見てみたいな、うん、で最後はなんか昨日ちょうど収録の昨日ぐらいね、はい、情報がアップデートされてて、うん、マップにこうなんだろう、今までってここに行きますだったらここしか行けなかったんだけど、こう移動しようよみたいな戦略的な要素が増えるみたいなのが PUBG に実装されるんですか、ね、見てない、え僕知らない、見てない、釈迦さんも見てない、何すか、なんか、いわばミニマップで、うん、じゃあポチンキに行きますって言ったら、うん、ピンしか立たないじゃん、うん、だからどのルートで行こうかっていうのはみんな悩むじゃん、まっすぐ行っちゃったりとか、それを例えば細かいマップで、はいはい、じゃあこういうルートで行きましょうっていうのをこう紐付けできる、はいはいはい、こう行ってからこういうルートでここに行きましょうねみたいなのをみんなマップでピン立てれるようになる、特にあの市街地線だと、そうそうそう、そう市街地線だとどのルート通ればいいのかって初心者とかに分かりづらいから、それがなんかこう観戦でも見れるようになると、あこういう思考で行ってるんだみたいな、その実況とか解説でもこういう風に行くでしょうねみたいなのができると、うん、さらに面白いのかなとは思ってるね、まあ、プレイヤーにはよりやりやすくはなってる気はしますけどね、うん、その裏でも、まあなんか今本当世界大会だと AR とかではめてね、そのどこに降下してどうチームがどう動いたみたいなルート取りが分かるんで、それをまあ岸君の言ったらそれをこうゲーム内から引っ張ってうまくアナリストしやすくなればいいですよね、分かりやすい、ね、うん、いろんなことができる、小田さんは、いやもう僕はでももうずっと言ってますけど、アナリストコーナーのあのアバラさんの話を、まあどれぐらいの人が望んでるか分かんないですけど、アバラさんの話を別番組で聞きたい、ずっと1日今5ラウンドですよね、5ラウンドを全部振り返る番組を、まあ誰だろう、まあ誰かとセットで一緒にこう
番組やってほしいですね。10分ぐらいの YouTube の動画でいいんで、うん、それをすごい聞きたい。膨らませたいんだけど、俺はどっちかというと、その実況解説のコンテンツがあって、うん、あばらさんのコーナーあります、うん、はい、そこのあばらさんのコーナーのこの、まあ、準備の時間もあるけど、もっとボリュームというか、あ、その大会中のその時間で、今って最後のさところしかフォーカスしてないじゃない、じゃなくてもっと、ね、うん、もっとこうボリュームというか、なぜこうなっていったのか、他のチームはどう考えていったのかっていうのがもう少し見れたりとか、逆にこうもうワン配信あばらさんと誰かがいて、そう、それやってほしい。今こうなってるからこうじゃないかなみたいな。純粋に裏配信とか、裏配信は絶対、裏配信とか絶対面白い。絶対裏配信面白い。常にマップと、まあ、一応画面こう、うん、まあ、ワイプでちょっとちっちゃめ出して、うん、マップメイン で、うん、でこうもうなんかこのチームがこう右回りで動き出した瞬間に、そのアバラさんがこう若干予想しながら感じます。こうじゃないこうじゃないみたいな。で実際にたどり着いた場所を見て、ああってことはこれこうでこうでみたいな。ちょっと遅延入っててもいいんで、そっちもやってほしいですよね。2人ぐらいがずっとトークしてるみたいな。それ面白いと思う。絶対面白いと思う。面白い、うん、むしろちょっとそっち参加したい感もあるし。社長さん、そう、大塚さん一人でいいよ。あ、まあ、あの PGS だと僕一人でも十分大丈夫ですね、グレード1。うん、あともう一つ。はい、どうぞ。ランサーバー。ランサーバーね。になるオンラインじゃなくてね。でかいな、来たな。ピンゼロね。ピンゼロ。それは見たい。それは見たいっすけどね。あれになると、やれることもめっちゃ増えるんですよね。データの収集的なところとか、はいはい、API、ランキングも出るし、はい、楽だよね。ここはちょっと密かにずっと望んでるんで、すね、本当にランはね、どっかで一番実力がこう出るだろう。まあね、うん、ね、うん、あれよね。俺一番非現実なことばっかり言ってる気がする。まあ、でも今オンライン配信もしなきゃいけない。もしかしてまああれは配信はそっか、各チームね、うん、まあランができたらいいね。箱がどっかにたまたま転がってて、そこでお客さん呼べて、たまたまサーバー作れる本社の人がそこにいたら、うん、あと、なんかね、前哨戦、前哨戦でもいいから、はい、視聴者が選ぶアンチのこう、一試合やってほしい。その、視聴者が選べるのよ。あ、アンチ、あ、めっちゃ面白そう。一回でいいんだよ、別に。その本番じゃなくていいから。なるほど、ね。すげえところにエリアを設定してみたいなのが、こうゲーム内に できると、俺は面白い。確かにちょっと。視聴者の投票で、どこがいいですかって出てきて。で、アンケートが多かった人。そう。リアルタイムで、実際にこう、次のセーフゾーンを投票してくださいみたいな感じで、うん、ポチってこうクリックしたら、いっぱい点々がついて、はい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 、すごい一番多い場所を引いて、ヒートマップみたいな。面白いですね。絶対ここにしてやろうみたいなね。もう面白いよね。そのイベントとしてやれたらいいよね。なんか人気チームに寄ってきそうで怖いですけどね、うん、でもいくつかなんかこう予想できそうですけどね。確かに確かに。ミラマーとかだったら絶対右の島になると思うんですよ。うんうんうん。まあでも今後ね、2020年も多分どんどん進化していくと思うので、うん、はい、目を離さず皆さん応援していただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで以上、2019年 PGS 振り返り動画となりましたけれども、うん、この後は何といってもあれですかね、 PWI、うん、今年最後を締めくる PWI がありますので、ぜひ皆さん会場でお会いしましょうって感じでいいですか、締めは、うん、締めますか、岸君。いやいやいや、社会さん締めますか、最後。いやいやいや、もう今年の締めですよ、大田さん。だってもう最後だよ、うん、最後。まあ多分そうですね、 PWI も参加しますからね、はい、ぜひ皆さん、あの PWI はね、あの国内チーム、国際、海外から来るチームもね、来ますんで、ぜひ、あの前半まで楽しんでいただければと思います。はい、また、PWI の会場でお会いしましょう。さよなら。さよなら。来年にしましょう。